競輪場は、愛媛県松山市にある競輪場。施設所有及び主催は、松山市。競技実施は、夜間、西日本地区本部中四国支部。愛称は、瀬戸風バンクもしくは、出会いフィールド。1949年に、松山城の敷地内である、松山市堀の内で500メートルバンクを開設した。隣接地には、 1948年に開設された松山市営球場が存在した。2005年1月に現在地松山中央公園内で新しい400メートルバンクを造成して移転2月4日から開催を開始し10月には初めての特別開催となる共同通信社配経輪が行われた。その後も2009年9月には 初の GI 開催となるオールスター競輪が2011年7月にはサマーナイトフェスティバルが2013年2月には読売新聞社杯全日本選抜競輪が2018年3月にはウィナーズカップがそれぞれ行われた。記念競輪としては近畿杯総派戦が基本的に毎年3月に開催されている。また、 S 級シリーズとして2008年からは、オールスター競輪などを制した、伊藤豊明を称え、伊藤豊明杯争奪戦が開催される。なお、2011年3月の記念競輪は昼間、開催で行われる予定であったが、東日本大震災の影響で中止となった。また、2019年度の記念競輪は、 Covid-19 の影響で無観客開催で行われたため、シリーズ4日間の総売り上げは17億5487万2700円に止まり、記念競輪の売り上げワーストとなった。2004年3月17日からは、四国競輪インターネットライブによる動画実況放送が行われていたが2010年11月2日に終了した。トータリゼータシステムは、 日本ベンダーネットが採用されている。2009年11月20日の開催からは、四国発の競輪ナイター競争となる、瀬戸風ドリームナイトレースが実施され、まず2010年3月までを予定していたが5月1日まで延長して開催され、夏季開催は昼間に行った後、11月14日より、再びナイター開催が行われ、以降は冬場を中心に、 ナイターで開催されている。2019年2月17日の開催より、ミッドナイト競輪を開始した。松山競輪の CM は、愛媛支部所属の選手が出演している。マスコットキャラクターは、松山市が舞台である小説、ボッちゃんをモチーフとした、ボチャリン。松山市では、松山中央公園多目的競技場の名称で、競輪開催期間外に、 本競技場の一般への貸し出しも行っている。バンクそのものの利用以外に、スタンド内の映像施設の利用や選手宿舎への宿泊も可能である。2012年11月26日からの開催より、シゲカツ式投票にあたるチャリロトが発売される。なお松山は、平塚競輪場、川崎競輪場、小田原競輪場とキャリーオーバーを共有する。 グループ A としての発売となり、キャリーオーバーの大障害である、チャリロトさんは、松山単独での発売となる。なお2015年1月28日より、チャリロトプラザが開設されており、会員登録すれば、場内で、シげカつ式の購入が可能となっている。400メートルを使用。カントが、ややきつく、直線も長いため、性格としては、 立川競輪場に似ていると言われているが、選手のスピードが落ちにくい高速バンクのため、前に位置している選手が残りやすい面もある。なおバック側に建物がなく、近隣の川が流れているため、走路に風が入り込みやすく、また、走路の全周外側にポリカーボネートが設置されているため、選手が風の影響を受けやすい。関東門は、 正面ホームストレッチにあり、出場選手は4コーナー付近のスタンド下から、誘導員は1コーナー付近のスタンド下から、それぞれ入り退場する。そのため、観客席とバンクとの間が離れている。大画面映像装置は3コーナー側に設置されている。ありがとうございます。